皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は糖質の代謝過程についてお話をしたいと思います。よろしくお願いします。糖質はですね、消化吸収されますとブドウ糖という単糖にまで分解されて、それから血液に取り込まれ各細胞の中に入っていきます。糖質以外にもですね、タンパク質と脂質もエネルギーになるんですけれども、糖質が最も消化吸収する時間が早く、エネルギーになるスピードが速いと言われています。だいたい胃の停滞時間が 2,3 時間というふうに言われています。エネルギーを作り出す仕組みなんですけれども、ちょっと詳しく説明をしていきたいと思います。このエネルギーというのはですね、 ATP と言われるアデノシン三リン酸というものがありまして、こちらのアデノシン三リン酸というのは、アデノシンにリボースという5単と、そこに3つのリン酸がくっついている状態が ATP、 アデノシン三リン酸と言います。そこから1つリン酸基が離れるときにエネルギーが発生します。このリン酸が1つ取れた状態のことを ADP と言いまして、アデノシン二リン酸と言います。ですので、私たちがこのエネルギーを使うときというのは、この ATP が作られていて、それが1個離れるというときにエネルギーが生み出されます。ですので、この ATP について作られ方というのをお話ししたいと思います。 ATP というのはエネルギーが使われると1個外れて ADP なんですけれども、その ADP がですね、もう一回そのリン酸をくっつけて ATP になることで、またエネルギーが生み出されます。その ATP を再合成するシステムには3つあります。1つ目なんですけれども、 ATP クレアチンリン酸系というシステムがあります。こちらはですね、 ADP にクレアチンリン酸がくっついて、そして ATP をもう一回再合成するという方法になります。2つ目が解糖系になります。吸収した糖質がさらに分解されてピルビン酸という物質を作り出します。この糖質からピルビン酸ができる過程で ATP が作られます。そして3つ目は有酸素系になります。細胞におけるミトコンドリアにおいて酸素を使って ATP を作るシステムになります。解糖系から先ほどピルビン酸が作られるというふうにお話ししたんですけれども、そのピルビン酸からアセチルコ A がクエン酸回路で作られます。その時にも ATP が再合成されます。この有酸素系で作られる ATP の再合成なんですけれども、こちらは酸素があって、あとは元になる糖質脂質があれば、こちらは ATP がずっと作り続けることができます。で、今お話しした1つ目の ATP クレアチンリン酸系と2つ目にお話しした解糖系なんですけれども、こちらはですね、無酸素系というふうに言われています。で、3つ目の有酸素系というのは、ATP を作るときに酸素を必要とするシステム。1つ目と2つ目の ATP クレアチンリン酸系と解糖系というのは、酸素を必要とせずにATP を作り出せるシステムとなっています。ですので、運動するときにですね、この ATP が作られて消費されていくんですけれども、1つ目と2つ目のシステムではですね、短期間で作り出せる ATP というのは少ないので、すごく全力ダッシュとかそういった運動というのが、一生続くことはないというのは、こういったところからになります。で、逆に有酸素運動ですね、そんなに負荷のかかっていない運動というのは、この3つ目の有酸素系でエネルギーというのが、ずっと作り出すことができるので、長く続けられることができます。で、このエネルギーなんですけれども、主に肝臓なんですけれども、グリコーゲンという形で蓄積することができます。ですので、体内に糖質がなくなってしまった時には、貯蔵してあるグリコーゲンをエネルギー源として使っています。で、その貯蔵しているグリコーゲンもなくなってしまった場合には、体タンパク質ですとか脂肪を分解してエネルギーを作り出します。これを糖新生というふうに呼んでいます。糖質が不足すると、体タンパク質は脂肪を分解してエネルギーを作り出しますし、逆に過剰摂取になりますと、一定量は肝臓や筋肉にグリコーゲンという形でエネルギーを貯蔵するんですが、それ以上のものに関しては体脂肪として蓄積されていきます。今日は糖質の代謝過程についてお話をしました。糖質というのは、体内に取り込んで ATP というエネルギーを作り出すシステムというのが、3つあって、そうやって私たちは
いろいろなそのシステムを使いながらエネルギーというのを体内で作り出しているというお話をしました。それでは次回はアスリートの増量と減量についてのお話をしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。